アンダー18女子砲丸投げ最終6回目の試技、先ほどの投擲神奈川川崎市立立花高校早乙女瑞希が 12m26 を投げて第5位に上がっております。先頭1周目 400m の通過55秒。先頭は山形山野中の斉藤ヒーロー。第2集団先頭は千葉中原中の千葉優。タイムアウト残り1周になります。先頭は山形山辺中の斉藤ヒーロー。追っていきますのが千葉中原中の船見優也。ここで先頭が変わります。激しい先頭争い。先頭は広島国際学院の大田蘭。アンダー18女子砲丸投げ最終6回目。